さあ第1ラウンドのゴングを待ちます。船木さん、はい、もし菊田がこのノゲイラに勝つとすればこれは世界の格闘技の間で大変なニュースになる出来事になると思いますが。そうですね、今のノゲイラ選手は寝技本当にもう世界最高と言われてますので、はい、まあ、菊田選手もアブダビで優勝して寝技世界一というふうになってますので、まあ、この試合も本当にもう寝技対決、これで勝った方がもう本当に寝技世界一と言っても過言じゃないと思いますね。さあ寝技頂上対決、テイクダウン。上になったのはノゲイラです。下になったのが菊田。先ほどの対決と違いまして船木さん、はい、ノゲイラが下になった時の方がむしろ怖いんですよね。そうですね、ただまあこういうふうに体重差がですね10キロ以上ありまして、はい、上に乗っかられてると後々そのスタミナロスしていきますので、ね、そういう意味ではできるだけ下にはならない方がいいと思いますね。なるほどね、はい、この試合だけ特別ルールが設けられています。このグラウンド状態での頭部への膝蹴りは禁止されています。これは体重差があることから昨日特別に設けられました。まあ、これは打撃というよりは相手の関節を取る、まあ、格闘技の世界ではサブミッションと言いますけれども、 その対決になりますね、はい、関節を決めるかその頸動脈を締めて相手をその失神させるか、はい、その2つだと思います、ね、上になっているのはアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、21世紀最強と言われています。96年から98年、ブラジリアン柔術の世界選手権3連覇、そして日本でもおなじみのプライドの初代ヘビー級チャンピオンになっています。テイクダウン。今後ろ回し蹴りをやろうとしたんですけど、途中でノゲイラ選手が突進してきまして、はい、そのまま倒れてしまいましたね。まあ、我々にとっては本当に強い男ノゲイラなんですが、実は大の日本びいきで好物はお寿司だ、中でもマグロは最高だ、そんな話をしていました黒いパンツ、21世紀最強のアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ。足首固めできました。足を取った。これ早く逃げないと決められてしまいますよ。反対の足も絡まって逃げた、逃げた、逃げた、逃げました。ただこの状態からでもノゲイラ選手関節技ありますんで、菊田選手は本当に気をつけて攻めていかないと。相手の手足その関節を逆にねじ曲げます。今菊田選手の手両手握られてるんですよ、はい、ですから動きが取れないんですよね。今よく抜きましたね。ハーフガードの状態になりました。上になっていく、上になっていく、おしかし菊田が耐えた、菊田が耐えた。これ柔道でいうそのエビですね今、はい、エビの動きをやろうとしたんですけども、菊田選手がうまくそのバランスを取って抑え込みに成功しましたね。菊田が上になっています。足を抜くか、足が抜けるか。ノゲイラ選手クラスになりますとこの足を抜く瞬間に立ってきますので、はい、そういうところは本当に注意しながら抜いてもそのまますんなりとその抑え込みできないと思った方がいいと思いますよ。抜いてマウントポジション、おっと今度はガードポジションです。ここからなんですよ。ここからのそのノゲイラ選手のそのバリエーションですね、腕十字、腕刺激逆十字、はい、あとはその腕固めアームロックですね。そこからまたその三角締めとか持ってきますので腕を取って逆にへし曲げる。でこの殴り合いはあまり乗らない方がいいと思いますよ。乗らない方がいい、腕が伸びてきたらそのまま腕をその逆十字固め取られてしまいますので、これ殴っていくときに腕を取られて、はい、ああ、ね、三角締めにか、はい、はい、来ようとしたらすぐに離れた方がいいですね。今のでいいんですね、はい、今のでいいと思います、はい、猪木槍状態から上に押さえていこうというところ、もうこの腕を握られている時点で、はい、次の技に移動をするというその前兆だと思った方がいいと思いますね相手が、はい、さあ今度ノゲイラがさあ首を押さえた、菊田が首を押さえた、抜けてしまいました。どちらか一つ足をですね、しっかりと入れて、はい、ガードを取った方がいいと思います。挟んでこの状態はバタフライガードのようになっていますが、ここからガードポジションに移行するのか。上になっているのはノゲイラ。ただこのクラスになると、はい、結構、技術が高いですから、本当にもうさっきからも本当に上になったり下になったりありますので、はい、そういう意味では本当に一瞬の隙を与えた方が負けるという形になると思いますね。アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラを表してミノタウロという人がいます。これはギリシャ神話に出てくる牛頭人身、頭が牛で体が人、その力強いギリシャ神話の動物ミノタウロとも言われています。文字通り手が4本ある、足が4本ある、そんな怪人ですね。そうですね、菊田選手がもともと柔道出身なんですよ、はい、でまあ、このノゲイラ選手がその柔術ですから、まあ、そういう意味では、まあ、手が合う者同士というか、はい、同じような技術で戦ってますね。足で突き放したスタンドだ。
今少し頭と頭がぶつかったような感じがしますね。はい、ちょっと木下選手、ね、頭切れてますね、はい、左のバッティングですね。バッティングが頭で当たって出血を見ています。あーっと、ここで膝が入りました。膝が入った太ももですね。今、はい、あの野毛選手の、右のローキックがですね、はい、木下選手の太ももを直撃しましたね。ちょっと一瞬力を失いましたね、かなりあの効いてるんじゃないですか。したがってグラウンドに持っていきました菊田。ここで第1ラウンド終了です。第1ラウンド目の離せない展開でした。寝技頂上対決、アントニオ・オドリゴ・ノゲイラ21世紀最強の男、寝技世界一菊田早苗。ご覧のように体重差が16キロあります。身長差もこれだけあります。体格ということで言いますと、本当クラス別の大会であれば別のクラスということになりますからね。そうですね、あの通常ではその対戦はできないですね。はい、第2ラウンドのゴングが鳴りました。パンチだ、ちょっと食らいましたね。今ちょっと今のパンチ入った、あの野毛選手あのムエタイもやってますんで、膝結構打撃は注意した方がいいと思いますよ。そうなんです、手足長いですから。縦というノゲイラ、縦というノゲイラ。おそらくですね、先ほどあの結構グラウンドやりまして、はい、結構手こずってましたんで、まあ、これはあの打撃の方がいいんじゃないかっていう風なそういう作戦ですね。ノックアウトですね。右ストレート。